特定特市内。特定特市内は JR の運賃計算の特例の一つである。本特例は JR の旅客営業規則、旅期、第86条並びに、第87条の規定に基づく。目的は大都市の駅での出発業務の簡素化である。導入されたのは、高度経済成長期の真っただ中だった時期であるが、背景として、 その高度経済成長の進捗に伴ってビジネスや観光などを目的とする長距離移動需要が高まっていたことがあった。当時、普通乗車券の発売には着駅ごとに常備券を用意するか、あるいは手計さんにより運賃を算出した上で発着駅などを補充券に筆書きし発行するかのいずれかによらなければならなかった。前期の長距離移動需要の高まりを背景に、 当時の国鉄は本制度を導入した。2018年現在は東京都区、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡、仙台、札幌の計11都市、都区内、これらを特定都区市内と故障に各の所在する駅を対象に適用されている。東京都区内に限っては、 片道営業記録によって適用される旅び基条分及び対象範囲が異なる詳細は後記参照。普中乗車券とは別の規定により発売される特別企画乗車券、特特切符の中には過去あるいは現在時点で本特例で規定されている条項にかかわらず発益または着益として特定特しなエリアを設定したり本特例の適用対象とし、 特以外の都市やエリアに対して、本特例に準じた取り扱いを行われたりするものが、参見される。新幹線回数券や、早特切符類、あずさ回数券、日立往復切符、2013年9月末日をもって発売終了、日立回数券などの特特切符は、利便性を考慮して、中心駅から 200km 以下の区間であっても 100km 超の、 中距離区間であれば、特定特使内制度を適用している場合がある。そのため、設定区間によっては、通常の乗車券ではあり得ない、券面表示になることもある。以下に、その該当例を列挙する。特特切符の中には、現在本特例に適定されている11都市、特部以外の都市、エリアに対し、本特例と同様の取り扱い方を行うものが、存在する。 収遊切符、2013年春廃止の前身である、ミニ収遊券、ワイド収遊券、ニューワイド収遊券といった、収遊券類などの独特切符で、当時国鉄と提携していた日本交通公社、現、JTP により、函館市内、新潟市内、千葉市内、高松市内各エリアを発着とするものが、JR 移行後の1998年3月31日まで、 設定されていた。また、東海道新幹線区間の新幹線回数券で、千葉市内発着のものが設定されたことがある。JR 九州が企画、発売している特特切符のうち、熊本発着が設定されている商品の中には、熊本のみの単疫指定とするのではなく、上熊本、熊本水前時間エリアを独自設定し上で、 着駅として指定しているものが存在する。九州新幹線2枚切符、九州新幹線日帰り2枚切符、ガチ切符の3商品が該当する。2015年まで発売されていた九州新幹線、つばめで、博多、熊本間を往復することに特化した、びっくりつばめ2枚切符も該当していた。また JR 東日本が2009年の年末年式、 2009年2010年から発売しているふるさと行きの乗車券は着駅エリアとして秋田青森エリア岩手三陸エリアなど本特例で規定されている都市特内行きとは異なるエリアが設定されている一方発駅エリアについては初回発売分では本制度で規定されている東京都区内のほか埼玉市内区間のうち大宮井南区間大宮戸田公園 大宮川口の2区間の2エリアが設定されていた。2010年年末年式、2010年2011年発売分以降は前期、東京特内大日埼玉市内大宮内南区間を放含する東京電車特定区間のみの設定となっている。この内木エリア側の取り扱いについて、初回発売分には本特例で規定されている都市、とし 特内機の乗車券による機域内での途中下車、取扱い方と同様の形態が取られており、木エリア内、袋では、初エリア内での下車は、全都向こうの扱いとなっていた。また本特特切符では、発着各エリア間の各駅での下車も、全都向こうの扱いとなっていた。2010年年末年式発売分以降は、初回発売分で、雪券にあった木エリアの路線図が、 帰り券に表示されるようになったことに伴い、袋のキエリアからの乗車時に限り、キエリア内の JR 線普通列車の自由席に乗り売り自由という取り扱い方に変更されている。なお、別途料金券類を購入することにより、特急列車や新幹線にも乗車可能。東京、博多間を結ぶ東海道、山陽新幹線は、在来線での JR 旅客会社ごとの 管轄領域で見た場合、東日本、東海、西日本、九州の4つの JR 旅客会社にまたがっている。また、東海道、山陽新幹線自体も、新大阪を境に、新大阪伊東の東海道新幹線区間は、JR 東海、新大阪を除く新大阪以西の山陽新幹線区間は、JR 西日本、と管轄する。 JR 旅客会社が異なっている。このため、特定特市内に所在する東海道、山陽新幹線の駅のうち、以下に列挙する駅は、新幹線乗り場と在来線乗り場とで管轄する JR 旅客会社が異なっている。一方、東海道、山陽新幹線を管轄する JR 東海と JR 西日本は、現在、共に株式市場に上場しており、 各のの株主に対し、優待サービスの一環として、自社管轄内前線に係る乗車券類、除外条件ありを割引購入できる株主、優待割引券を保有株数等に応じて配布している。この株主優待割引券を使って、他社管轄にまたがる乗車券類を購入する場合、自社管轄区間のみ、割引対象となり、割引対象となる自社管轄区間分と、 割引対象とならない他社管轄区間分を分けて発売される。このため乗車区間によっては株主優待割引券を使わずに乗車全区間分投資の乗車券類で購入する場合として割高になるケースがあるとして JR 側は注意を呼びかけている。JR 東海と JR 西日本が各々発行する株主優待割引券を使って東海道新幹線 JR 東海管轄、または山陽新幹線、JR 西日本管轄を利用することを前提に、本特例適用の要件を満たす特定特市内にする新幹線駅発着の普通乗車券を購入する場合で、在来線乗り場が他社管轄となっている前期列挙の駅を発着駅としている場合には、その前期列挙の駅の側では本特例は適用されず、 単駅指定の形で発見される。東京都区内の駅のうち、JR 線のみで乗り換えなしに直接、山手線に乗り継ぐことのできない時は観光船の、金町、亀有、綾瀬の各駅の乗降客に対しては、東京地下鉄、東京メトロ千代田線の北、千住西日暮里間を乗車することを、同区間の運賃170円を支払うことにより、便宜上認めている。 ちなみに、綾瀬と西日暮里の間を乗車した場合の、本来の運賃は、全区間東京地下鉄線扱いとなるため200円となる。JR の長距離乗車券以外でも、他社施設や地下鉄などとの連絡普通乗車券、連絡定期乗車券の販売対象区間駅に、東京都区内や東京山手線内といった表現が、使われている場合がある。この場合は、 東京都区内や東京山手線内に所属する駅という意味であって、長距離乗車券のような東京都区内や東京、山手線内という区間ではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。